かっこいい横顔、横顔。靴綺麗だな。あ、ごめんごめん。見とれてる場合ではない。ここは戦場だ。すごい現代風な靴ですね。あれ欲しいな、私。ここからは逃がさん。青い唇、最初に見た時は変わってるなぁとしか思わなかったけど、今もう全てが似合ってる。すごいな。クリスタルが高く売れそう。君、そこ熱いんだよな。もう少し手前に来てくれると。彼、多分カマキリだから草タイプとかだと思うんだけど、炎弱かったりしないか。バカなことを言ってる場合じゃない。三日月、あんたは何か知っているのか。国広さんは、あんたって言うんだ。ちょっとこれ意外だな。なんか思ったよりも希望はありそうな展開な気はする。懸念点があるとしたら、面影さんが最後どういう対応を政府にされるかだよな。龍河くんの件の時、割と政府裏切りは誠に遺憾ですみたいな感じだったから、政府としては時間速攻軍側に加担する気があるのであれば、割と容赦なく切り捨てる気はするんだよね。そこがちょっと怖いかな。